今我々は小竜寺城の本丸の中に入ってきました。でぜひね、現地ならではの感じ方として、ここに入った瞬間狭いと思うか広いと思うか、こればっかりは現地に来ないとわからないんですよ。で発掘調査では御殿やお庭に相当するような遺構はね出てきてないんですよ。後の時代に壊されたのか、そもそも広場のような使われ方をしていたのか、今小竜寺城本丸の使われ方は実はねまだ議論が残されています。で今日ぜひご紹介したい遺構としては、北西の角っこに作られた、今我々が北口と呼んでいる立派な城門の遺構ですね。行きましょう。我々は今小竜寺城本丸の今北口北門と呼ばれている場所に来ています。でご覧いただくと道がねまっすぐ伸びてないんです。クランクしてるんですよ。でこのような門の形をマス型と言います。織田信長より後の時代の城造りに、ね、盛んに使われた、ほとんどもう信長が発明したんじゃないかって言えるぐらいに信長の城に好まれた門のあり方が松型と思ってください。中に入ってきてもまっすぐ行かせてもらえないんですよ。ぶつかって左に折れてしまうんです。敵兵のつもりで行ってみましょうか。大堀と今呼んでいる堀がね目の前に横たわっていたんですよ。で橋かかっていませんでした。ですから北口から入った人間は松型によって折れられて、本丸に入った瞬間堀がさらに邪魔をしている。で堀に妨げられてまた右に曲がる。で右に曲がったところでやっとね橋がかかっていました。どうもね本丸の作り方として南口よりも北口の方がね厳重なんですよ。これをどう捉えるか。信長の時代の石垣ですね。これだけの石垣がいつでも観察できて触れる城ってほとんどないんですよ。で特徴としては色がねバラバラなんです。ネズミ色もあればベージュもあればブルーもある。でこれがね信長から秀吉の頃の石垣の特徴なんです。まだ石切り場が作られない時代、城を作るたんびに手当たり次第周りから石を集めてきてるんですよ。結果ね多種多様な石材が加工されないまま積まれるんです。城に石垣が使われだして間もない時期ならではのあり方、できるだけね使いやすい石使いたいんですよ。どういうものかっていうとこれです、ね、加工済みはめ込みやすいんです。天王石という破壊石ですね。神を敬う敬わない以前におそらくね使いやすいから墓石をはめ込んでる。発掘調査でこの石垣を調査したら中からいっぱいね墓石が出ました。そこを集めているのがはいあちらの一角に墓石群がありますね。ですからこれらは全て細川藤孝によって小竜寺城がリフォームされる前にこの場所一帯で死んでいった死者の墓なんでしょうね。で小竜寺城本丸の特徴はこの周りがぐるっと石垣と土の城壁土塁で囲まれてるんですが、この、ね、土塁がなぜか西側だけ異常に背が高いんですよ。京都府内でも最大級の土塁が西側だけに使われてるんですね。この中ほどがくぼんでるでしょ。でどうやらね隣の沼たまりに抜ける出入り口が設けられていたかなと今考えられています。枡形ですね。で小竜寺城自体は三好が作った城です。でそこを信長が畿内近畿地方中心部に進出した際に京都の南部を据える拠点として細川藤孝を配置して大掛かりなリフォーム改修をしたと考えられます。最新式の城造りですね。石垣があって瓦が吹かれていてなんなら天守もありますよっていう、そういう近世城郭の最初のあり方、織田と豊臣の系列の城郭、典型的なねここは食方形城郭ですよ。ということは天守あったんかなと。
どこにあるかなと思うと、今考えられているのはこの南側、土塁がね一番背が高くなっているかどうか、そのあたりにもしかしたら天守という建築があったのかもしれませんね。せっかくだから行ってみましょうか。今僕らが立っている場所、ここが小龍城本丸の西側土塁の中で一番背が高く土が盛られた場所です。この道路で実は、ね、南側が、ね、切られちゃってるんですよ。本来の土塁は柳の木が植えられているあたりまで南に、ね、出っ張っていました。ちょうどね櫓台、天守は櫓が置かれる出っ張りに思えませんか。ですから小龍城本丸に天守があるとするならばこの辺りかな。西山連峰から断層の西の丘、さらには天王山も綺麗に見えていますね。すなわち大阪方面から京都に向かう流通をしっかり抑え把握できるような場所に天守が立っていた。でここでねぜひ考えていただきたいのが縄文と天守の関係なんですよ。日本全国の天守って意外と正面の出入り口と離れてるんです。ここが天守が立ってたとするならばすぐ隣にある場所にはね僕はやっぱり大手口ではない気がします。で信長秀吉以降の城造りで天守を作るとしたら城の正面入り口から入って奥の位置、すなわちあの北口、今我々が見た北口から見て奥まった位置こそがこの場所なんですよ。ですから北口がもしかしたら小龍城本丸にとって大田口だった可能性は家臣団の屋敷の配置と並んで天守の位置との関係も僕は見ておく必要があるかなと思いますね。ですから小龍城だけを見るのではなくって他の城の在り方と見比べながら小龍城ならではの特徴を探っていく、そこがねやっぱり一つ現地を歩くと同時に学んでおきたいなと思う部分です。さらに見ていきましょうか。